学院は、学校、学園の別称。学校、学院は、もともとは、ラテン語で、スコラと表記し、キリスト教の教義の研究、検算、教典の写本などを活動の中心に据えた、修道院のことを指した。外部の指定を預かって、ラテン語の読み書きを教えたりする学校、学院も備えていることもあるため、外から来て、ラテン語などを学んだら、 俗戦に戻ること、教会、修道院の中に泊まる子供に分けて、それを、外校、内校と呼び分けた。こうした、学問研究を行う修道院としては、スイスのザンクトガレン修道院が有名である。ウンベルトエイコの小説、バラの名前が映画化された際にはここで撮影が、行われた。日本では、NSA、アンスティチュナショナルでサイエンシズ・アプラケイズを、 国立応用科学院、国立応用科学院連旅校、ハンガリー科学院言語学研究所、グランゼコールを国立理工科学院連合など学院と訳す。今日、日本においては、高等学校や大学など様々な教育機関の名称として用いられている。そうした場合、英語では名称の一部として学院と表記される場合が多い。青山の学部であり、明治学院。 関西学院、東北学院、西南学院も同様である。学院と名称がつく学校のほとんどが私立であるが、例外的に、秋田市立後所の学院中学校、高等学校という学院と名称がついた公立の中高一貫校がある。また、不登校児や学業不振、中途大学の生徒などの学習支援をするサポート校や予備校などの名前にも、 学園と共によく使われており、その場合の学院は学校に準じた施設として理解されているようである。こうしたものはフランス語のリセウムを訳したものと思われる。他の例として、国立保健医療科学院などの研究機関、徳島市科学院専門学校、旭川市科学院専門学校、大阪市科学院専門学校、日本市科学院専門学校などの専門学校で、 見受けられる。明治、大正年間、宣教師を中心に、プロテスタント各宗派の設立した純粋なる、キリスト教主義学校として、明治の代表的なキリスト教指導者である、植村正久は、明治学院の設立に、キリスト教系学院は、その名によって、現状というよりは未来に向けての志の大きさを、示したものであると定義した。高等教育に至る、 初段階の教育制度や、諸種の専門的教育制度を包摂できる、総合的学校組織を目指す上で、その意図を学校名において明示する必要があった。宗教理念を根底に置く総合的学校組織は、キリスト教系学校の多くが目標としたところであり、これらの学校の多くは、学院の表記を採用した。そうしなければ小学校、中学校、高等学校、 大学などのように個別段階の教育制度に特化した国公立学校との違いを明示できないからである。学院の命名順に1887年に設立が正式に認可された明治学院1889年9月28日、神戸に関西学院1891年9月18日、仙台に東北学院1894年に、 青山学院、1916年に西南学院が加わり、各教派の進学部を備える主な高等教育機関が誕生した。宣教師たちは日本を地理的に分割して、伝道を担当していたのであった。これらの地域を代表するキリスト教系学院を五大学院と総称した。西南学院の設立に際し、西南学院と名付ければ、 日本の北東から南西にキリスト教主義学校という鎖が完成するという JH ーの提案によるものと記録している。韓国では各種の学習塾を指すことが多い。他例として高等科学院など、その他アジアではベトナム社会科学院、朝鮮社会科学院などがある。北京外国語大学国際小学院、中国語語文学学院、湖南文理学院、 中心金融管理学院、稲光科技機管理学院、上海交通大学安泰経済、予管理学院などがある。中国語圏では日本で言う、単科大学、または大学の学部を指すことが多い。他例として、中国社会科学院、中国科学院、中国人民解放軍軍事科学院、台湾警察戦科学院、東方技術学院などが見受けられる。 ありがとうございます。